先月、長野県内の太陽光発電所で銅線ケーブル235メートルを盗んだとして、カンボジア国籍の男3人が今日逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、カンチャンレイ容疑者27歳だ、いずれも大田市細谷町に住むカンボジア国籍の男3人です。警察によりますと、3人は、 先月3日夜から4日未明にかけて、長野県内の太陽光発電所から銅線ケーブル235メートル、時価およそ113万円相当を盗んだ疑いが持たれています。銅線ケーブルは埼玉県内の業者に売ったとみられ、業者からは銅線ケーブル1,113メートルが押収されています。警察は、 余罪や共犯者についいてても調べを進めています菅容疑者は今年4月、大泉町の町道で無免許でワゴン車を運転し自転車に乗っていた64歳の女性をはねてそのまま逃げたとして今月2日にひき逃げなどの疑いで逮捕されていました。